できそうなのが出てきたわね。どいつもこいつも血気盛んに襲ってくるから、まともに話もできなくて困ってたのよ。そりゃ魔物族の島に来るおいっちが悪いんじゃ。ここは人間族の来るところじゃないぞい。でもバチでいいなら話を聞いてやろうぞい。どんな話じゃ。シェガー消失事件ってのは知ってる？シェガーが亡くなったっちゅう話じゃな。聞いたことあるぞい。でもこの島にはシェガーなんぞないぞ。犯人とか知らないかしら。まあ、たまもの族を犯人扱いか。いや、違うって。違わないんじゃ。現にここにいるのが何よりの証拠。めんどくさいな。じゃ、ついに本性を表しおったな、この性悪人間が。尋常に勝負じゃ。語るにふさわしいものか確かめてやるぞい。
あなたに話を聞きたくてね。ずいぶん骨が折れるほどに私に会いたい気持ちがあったのね。で、何なの？最近この国の資源シェガーが何者かに盗まれている。ああ、それね。君は探偵か何かで事件について調べてるってことかしら。いや、探偵がわざわざこんなところまで来ないか、寒いし。ということは君は何者？寒いから知ってることだけを早く喋ってくれればいいんだけど。だったら体を動かして体温を上げるといい。どうせ私が相手をしてあげるわ。いいけど、その代わり私が勝ったら洗いざらい喋ってもらうよ。こんなところで戦うとはいい土産話になりそうだ。
悪いけど、そこどいてくれるかしら。奥に用があるんだけど。貴様、どこから入ってきた。ここには空間結界で入れないようにしていたはずだが。私を普通の生き物と一緒にしないでちょうだい。何にせよ、ここにたどり着いた者は全て排除せよとのご命令だ。貴様、どうやらこの奥にシェガー消失事件に関わる何かがあるみたいな。それを知ってどうする。知りすぎることは己の時を縮めるぞ。でも誰にでも知る権利はあるのよ。残念ながらここは法など無効だ。だったらあなたのルールごと全部叩きのめしてあげるわ。ご託はいいからかかってきなさい。よかろう。我が名はラジール騎士団一番隊隊長ベアリー。聖堂無人の心で悪を断つ。ここを通りたくば貴様の全てをかけてこい。
さ、ここで懺悔しなさい。あなたが親玉、黒幕、随分とシェガーを溜め込んだわね。侵入者、貴様一体どこから。その格好は、あれ、なんか似てるね。この服装は地上に降りた時、旅芸人の服をランニングしたんだけど。そうか、あなた旅芸人の格好をして国をうろついていたのね。それなら見たことない人間でも誰も怪しまないしね。随分と察しがいいのね。さらに察しがいいことにもう一つ分かったわ。何？寛大な私が聞いてあげるわ。ここの入り口にラジールの騎士がいた。そしてあなた、確かラジールの姫娘ね。どこかで見たことがあると思ったわ。そう、私はラジール国家の姫娘、ビーバよ。察しがいいだけでなく、知識もあるのね。私の嫌いなタイプ。ラジールはこの国と敵対関係にある。なるほど、内部から戦力を削いでいこうってわけね。ラジールらしい陰湿な行為ね。我が国家を愚弄するとは。貴様、五体満足にここから出られると思うな。姫娘さんに何ができるのかしら。シェガーの中には強大な力を持つ者がある。そしてまさに私が装備しているのがそのシェガー。もう力がみなぎるぞ。貴様のような小娘、我が力の前では無力だ。さあ、その意気がっている態度、改めてもらうぞ。なんか話が長い。シェガーの本当の力を見せてあげる。なぜだ。このシェガーの力を用いても。貴様、一体何者だ。私の名前はジズー。ジズー？まさか神の名を名乗るとはな。いや、その通り神様なんだけど。ふざけたことを。我が正義を神が裁きに来たとでも。よかろう。ならばその神をも超える力を解放するとしよう。姫様、おやめください。黙れ。元はといえば、貴様があの小娘を倒さなかったのがいけないのだろう。姫様、それ以上シガーの力を解放すれば、人間では扱いきれぬものになってしまいます。うるさい。おい、小娘。ジズーだ。名前覚えろ。貴様が神ならばそれもいい。今、私がその神をも超える力を示してやろう。そんなことをしても、一時の力を得るだけよ。意味はないわ。すぐに力なき者に戻る。
だが、それで貴様にかない、目的を達成できるなら、それでいい。それでいいんだ。なぜ邪魔をする？なぜ？人の道を踏み外そうとしているものを正しい道に導く。神がそれをしないで誰がする？その力解放するがいい。これが最後の戦いだ。道を迷いし人間の強さとはこういうものだ。